今、収まりまりしたスタートしましたほぼ揃いました間から5番のベラジオオペラ内1番ウィンマイティ外から内を見ながら13番テイオーシリウス大外枠から一番前に出ました10番フリームファクシがこれに並んでいくか間に6番ガイア4先端3頭になりましたその後ろに5番のベラジオオペラ1番シンハン後ろ12番のマテンローレオで1コーナーカーブしていきます 13番の帝王シリウスがペースを刻みます1馬身のリード2番手の位置に10番のフリームファクシが続きました6番、ガイアフォース前の2頭から1馬身半距離を取っての3番手インコースに1番のウィン・マイティー外からは11番エヒトが差を詰めていって向こう上面に到達あとは5番のベラジオ・オペラ外から12番のマテンロー・レオが行っています 中段の一角、番ボッケリーに内から2番の伊豆城の軌跡後方に構えて7番のアドマイアミルゴ8番のイプファニーそして9番のフェングロッテン3番のリカン・カブールと続いています 1000m を通過59秒9のペース前は13番のテ王オーシリウスが1馬身半歩道リード2番手16番フリン・ファクシその後ろ1馬身差6番、ガイア・フォース4番手インコースに構える1番ウィンマイティー その直後から11番のエヒト、間からは5番のベラジオオペラ34コーナー中間、その後ろに2番の伊豆城の奇跡、外からエピファニー動きつつあって後方から中段の後ろまで上がってきています、先段、後位まで上がるかどうか4コーナーにかかるところ、前を行く13番帝テオシリウス、並びかけてフリーエンファクシその外に6番のガイアフォース、第4コーナーカーブ、これから直線コースに向かいます。 前はフリーンファクシとガイアフォース、内で13番テオシリウス、この3頭の争いに間をさばこうと1番のウィンマイティス外からは5番のベラジーオーペラが差を詰めてくる、今度は5番のベラジーオーペラ、先頭に変わるか、内で10番のフリーンファクシ間からガイアフォース、最右内からボッケリー、間から2番のイッファニーですか、間から5番のベラジーオーペラ、内から4番のボッケリーで、ね、青い帽子2つ、2頭が並んでゴールイン、3着いも接戦、イッファニー。